上司大谷翔平さんに、理想の新入社員トップは鈴木福さん、芦田愛菜さん。明治安田生命保険は21日、今春入社予定の学生1100人を対象にした理想の上司のアンケート結果を発表した。男性はタレントの内村光良さん、女性は日本テレビアナウンサーの三浦麻美さんが、いずれも8年連続で首位だった。二人は、親しみやすさや明るい印象が支持を得た。1位内村光良、2位大谷翔平さん、3位室津吉、監督でもコーチでもないのに。大谷は娘の婿に欲しい。憧れの上司シリーズは地味メガネだから割と好き。現役スポーツ選手は大谷だけ。大谷はあまり上司感ないけどな。大谷さんは何でもできるから部下としては楽だけど自身の成長は全く望めないな。内村はまあ妥当、ただ大谷は上司タイプではないだろ。上司らしいことを何かしたのか大谷さん。大谷に票を入れた人は管理職としての大谷翔平が現段階で想像できるのか。30のおっさんやしな。大谷が上司だったら嫌だろ。どんだけ活躍しても陰に隠れるよ、いたずらとかしてきて地味にうざそうだし。大谷は他人に興味ないから上司向きじゃなさそう。この中なら内村と伊達ちゃんだな。室井沢設楽は絶対嫌だわ。なんかうさんくさいランキングだな。大谷は上司としてはどうなんだろう。体育会系ハイスペック上司ってヤバい匂いしかしないんだけど、指導者としての資質をどうやって測ったんだろうか。部下で入ってきたら息苦しそう。実際に上司だったら勘弁してよという人物ばかり。星野仙一が1位だった時は正気かと思った。大谷はこのぐらいできるだろって仕事詰め込まれるイメージだわ。わら遊びたい、飲みたい、いろいろやりたい。そんなんで売り上げできるわけないですからね。勝ちたいんだったら仕事をやるしかないんです。今日も終電まで残業頑張りましょう。土日ももちろん出勤です。大谷にしてもイチローにしてもこれぐらいやって当たり前だよねって基準がめちゃくちゃ高そうだから、とにかく楽したい、早く帰りたいって考えてる今の日本人にはきつい上司だと思う。憧れるのはやめましょうって大谷さん本人が言うとるやん。大谷も上司になる年齢になってるのか。それにしても共感できないアンケート結果だなぁ。森安入ってないのは笑うわ。大谷先輩特上寿司おごってください。大谷なら飲み会やらないからいいな。